体のもぐもぐはお好み焼き光さんへ行ってきました。光さんは JR 神戸駅から徒歩10分です。阪神高速に沿って西へ歩き、港町1丁目の交差点を南へ、松尾稲荷神社のお隣に光さんが見えてきます。昭和20年創業の77年間の歴史を持つ光さん、目の前に大きな鉄板のあるカウンター席とテーブル席があります。たくさんの種類のお好み焼きが、焼きそばやうどん、びっくりステーキもありますよ。そして今回はおすすめの海苔巻きと卵のり巻きをいただきます。お好み焼きのソースはブレンドされたこだわりのソースだそうです。一見普通の豚玉と豚焼きに見えるんですが、海苔巻きということで大きな海苔の上に豚焼きを乗せます。そしてくるくると巻いたお好み焼き、これが光さんの名物海苔巻きなんです。神戸は海の産業が盛んです。昔海苔をよくもらっていたそうです。お好み焼きを持ち帰りやすいように、食べやすいようにと、その海苔でお好み焼きを巻くようになったことがきっかけだそうです。巻き寿司のような見た目ですが、中身はお好み焼きです。それでは早速いただきます。焼き海苔とお好み焼き合います。海苔はパリパリ、中はサクふわ食感でとっても美味しかったです。テーブルの上にはお好みで紅生姜、マヨネーズ、かつおこ、青のり、泥ソースがありました。神戸のソウルドリンクアップルもいただきました。神戸の長田で作られているジュース、甘くてすっきりとした味です。なんだか懐かしい気持ちになりました。長年たくさんの方々から愛されているお好み焼き光さん、名物海苔巻きぜひ食べてみてくださいね。